マーキュリーカップ2024ロードアブニール逆転候補4週連続販路で渾身攻め。皆様こんばんは。加速情報競馬データ検証の柳生でございます。本日はですね、地方競馬特別編といたしまして、マーキュリーカップ2024をチェックしたいと思います。それではこちらが本日のメニューでございます。まず一つ目、過去5年間の傾向を学ぶということでございますですね。またね、傾向とかステップで一覧表を作ってみました。そして二つ目でございます、マーキュリーカップ出走馬の確認ということでございますですね。出走前頭のね、診断をやっていきたいと思っております。そして三つ目でございます、柳生のおすすめコーナーでございます。まあ、過去の傾向からね、今年ちょっと狙えるんじゃないかなみたいなまでですね、まあ、あの一番人気とか避けつつですね、なんかちょっとまあ配当的な、まあまあ美味しいんじゃないかなみたいなことをですね、探していきたいなっていうコーナーでございます。まあね、昨年ね、あのテリオスベルね、頑張ってくれましてですね、4番人気2着と好走してくれました。今年もね、なかなか良さそうな馬ね、ちょっとご紹介できればなと思っておりますので、最後まで楽しんでいただければなと思っております。なおですね、週末の JRA 重賞データ回答に関しましてはですね、週末出走馬が確定いたしました。レース前日に LINE にてお送りさせております。下の概要欄から1秒で登録できますので、ぜひ登録してお待ちいただければと思います。それではですね、まずはステップ編といきましてですね、マーキュリーカップの分析をしていきたいと思います。まあね、傾向といたしましてですね、まあ、あの JRA 組ね、ほとんど占めてますというか、もう JRA 組のレースなんですけれどもね、まあ、2022年ね、10番人気バケーションがですね、突っ込んできましてですね、これがですね、10番人気3着ともう大穴を開けました。はい、ということでございますですね、ちょっとね、岩手の馬にもね、要注意ということでございます。まあ、ちょっと岩手の馬でチャンスあるんじゃないかなみたいな馬がいたらですね、抑えておいてもいいんじゃないかなという感じでございます。そしてですね、あのステップといたしましてですね、スレイプニルステークス、これ絶対っていう感じでございますですね、めちゃくちゃ怖い賞なんですよね。ただまあ、その馬がいないときはですね、平安ステークスかアンタレステークス組がですね、まあ、あの基本だよみたいな傾向となっております。そして血統編でございます。まあね、ざっと並べてみたんですけれども、あの母父系ね、結構特徴的かなと思いますですね。まあ父系はね、まあ、サンデーとかですね、まあ、キングマンボとかですね、あとまあ AP インディですね、まあ、パイロとかになるんでダートではね、王道なんですけれども、まあ、あの母父系がですね、ノーザンダンサー系の馬がですね、3着内、まあ、これね、結構来てるんですよね。でまあ過去4年、直近4年ではですね、3着内の 50% を満たす条件となっておりますので、まあね、母父ノーザンダンサー系より良いかなという感じがしております。そしてこちらでございます、特別編ということでございますですね。まあ、あの地方ってね、本当地方重賞リピーターがよく来るんですけれども、このレースもリピーターが来ているんですよね。しかも人気以上に走ってるっていうのが特徴でございます。はい、昨年のね、テリオスベルを4番人気2着という形でございましたし、まあ、過去ね、あの連覇したマスターフェンサーもですね、あの連覇の年にはですね、4番人気だったというところでございます。ちょっとね、あの金層の成績とか気にせずですね、リピーターには注意していただいた方がいいんじゃないかなというふうに感じました。さあ、それではですね、前頭診断ということでございましてですね、見ていきたいと思うんですけれど、まずはひろしくんでございます。もう名前がいい、名前がめちゃくちゃいいですね。はいね、ひろしくんだったら、あの、なんかね、ひろしっていう名前のね、ジョッキーとか乗ったら面白かったんですけれども、まあ、あの、評価としてね、まずお話ししますと、アテンションということの A とさせていただいてですね、まあ、あの、軸絶対みたいな A じゃなくてですね、ちょっと注意してほしいよということでございましてですね、人気以上に期待ということで A とさせていただきました。まあ、というのはですね、あの、盛岡水沢でね、4連勝中なんですよね。でも JRA ではね、1勝クラスすら勝てなかった馬でございます。当然ね、普通にクラスの物差しで見ると通用しません。もうこれ断言できるぐらい通用しません。クラス差あります。はい、まあ、1勝クラスでね、勝ててないんで、まあ、こっちはね、重賞メンバーとかが出てきますから。ただですね、一方で可能性としてはですね、地方転球で先頭に立つ走りをしてですね、まあ、結果を出し続けてますので、もしかするとですね、これね、もう本当、盛岡めちゃくちゃ合ってる馬なのかなという感じがします。盛岡でね、スタートから出ていてですね、自分の競馬ができた場合、これね、まあ、他のね、あの JRA 組がですね、まあ、ひろしくんが言ってるのか、じゃあ大丈夫だみたいな感じでですね、ちょっとね、遊んでくれるとですね、結構最後までね、岩手の砂ならいけたよみたいなことありえるなということがございますですね、ちょっと未知の可能性ありということでございますですね、A 評価とさせていただいております。そしてこちら、天下春でございます。6歳なのでね、衰えてきたと言えば、まあそうかもしれないんですけれども、まあ、とにかく体調が、ね、戻ってこないというところがポイントかなと思います。前走の、ね、平安ステークス前には荒木助手がですね、まあ、気持ちが乗ってこず、昨週に比べてですね、ちょっと物足りないよみたいなコメントをしてたんですけれども、その通りに結果は13着でございました。騎乗した、ね、坂井隆成騎手も、調教からね、いい頃の息っぷりがなかったというふうに話しておりましたし、まあ、ここに来て急変は考えづらいのかなと思われます。11日にですね、坂井騎手が騎乗してましてですね、リットの
コースをいっぱいに 83.6 秒、新馬に 11.7 秒という形でございましてですね、まあ、先着してるんですけれど、合わせ馬2頭は新馬でございましたということでございます。評価D、ちょっと戻ってこないかなという感じがしております。そしてこちらグローリーグローリーでございます。評価としては G、あのこの馬ですね、先ほどお話ししましたですね、ヒロシ君にもう負けている馬でございます。元 JRA までね、3勝クラスということでございますですね、まあ、JRA ではね、ヒロシ君より上だったんですけれども、岩手にね、移っていきなり連勝してたんですけれども、まあ、前走ね、まあ、2着に敗れているということでございますですね、まあ、JRA のね、クラス分け、これも岩手に来たらね、通用しないよっていう感じかなと思います。はい、ヒロシ君に負けたということでございますですね、現状岩手の馬場だとですね、力差あるかなということで G とさせていただきました。そしてこちらロードアベニールでございます。評価としては A とさせていただきます。3連勝でね、1月にですね、3勝クラスを制覇したんですけれども、まあ、現状 JRA の重賞に参戦するにはオープンでね、賞金加算をしておきたいかなっていう感じの現状でございます。にもかかわらずですね、半年ぶりのレースでいきなり交流重賞を使ってくるということでございますですね、しかも初の盛岡競馬でございます。秋のね、競馬、まあ、重賞でね、戦っていくと考えるとですね、確実に賞金加算をしておきたい状況なのに、わざわざ盛岡にね、遠征してまでね、参戦するというのは陣営もね、賞賛あってのことかなとは思います。まあ、2週連続でね、ダンの騎手が騎乗しましてですね、7月10日立東コースややいっぱいに攻めて7波論 99.7 秒、6波論で 83.1 秒、新米は 11.4 秒という形でございますですね、まあ、これでかなり状態は良くなるかなと思います。まあ、人気だからちょっとやめとこうかなとかそういう感じではなくてですね、まあ、抑えておいていい一頭なんじゃないかなというふうに感じております。そしてこちらスワーブアラミスでございます。あのスワーブアラミスですか。あ、そうです、あのスワーブアラミスですよっていう感じでございましてですね、あの GRA でね、マーチステークス、エルムステークス、東海ステークスを制覇したあのスワーブアラミスでございます。まあね、ピークを過ぎてからですね、地方入りしましてですね、昨年はね、日本テレビ杯でですね、まあ、3着するなどですね、まあ、検討はしてたんですけれども、地方に移籍しても勝ちきれない現状でございます。もともとね、位置を取るのがですね、ちょっと得意なタイプではないので、地方の舞台も合ってないかなという感じがします。評価としては地方でも苦戦中ということでまとめさせていただきました。そしてこちらアラジンバローズでございます。もともとね、 JRA でオープン2着まで来た馬なんですけれども、昨年秋にですね、地方へ移りました。佐賀でですね、初戦を勝利するもですね、次戦の名古屋で2着、その後ですね、園田で連勝も、前走はね、位置を取れず7番手からそのままなだれ込んでた7着という形でございました。園田ではね、圧勝するほど力が欲しいところでございましてですね、ちょっと交流重賞となると能力面で厳しいんじゃないかなと思われます。評価としては能力面が不安だよということでまとめさせていただきました。そしてこちら KI パープルでございます。過去にはですね、佐賀記念、白山大賞典とですね、交流重賞を制覇したほどの馬でございます。馬体のね、増減が激しいタイプで、晩年はね、成績が安定しておりませんけれども、4月のね、ブリリアントステークスは4着と復活気配を見せました。ただですね、前走は紋別で3着ということでございましてですね、さすがにちょっと交流重賞になりますとですね、8歳から急激に成長するっていうのはもう物理的に考えづらいので、お尻のところがないかなという感じがしております。評価としてはいい、ピークは済んだよということでまとめさせていただきました。そしてこちらクラウンプライドでございます。評価としては A、 明らかに状態アップということでございましてですね、ちょっとここで狙っていきたいなと思っております。はい、というのはですね、あのまあ前走とかね、ちょっと全然ダメかなと思ったんですけれども、まあね、それがですね、コリアカップからね、去年のコリアカップ参戦から状態が戻らず苦戦中でございました。で、サウジアラビアからね、帰国初戦のこの前走の柏記念、こちらもですね、中間時計出ずで、馬なりでもね、相手に先行して怒れるような動きでございました。まあ実際ね、レースでも全く能力を発揮できず終わったんですけれども、ただ、使った今回ね、やっと変わってきたという感じがしております。まあ7月3日にですね、川田騎手が騎乗して、立東のコースをいっぱいに 81.6 秒、姉妹 11.6 秒という形でございましてですね、まああの、実際ね、騎乗するのはですね、武志騎手になったんですけれども、まあ川田騎手ね、ちょっとあの、体のメンテナンスということでございまして、ちょっと体の調子をね、整えますということでね、お休みされてますので、まあこの乗り換えに関してはですね、特に深い意味はないかなと思われます。10日にはですね、小崎騎手が騎乗しましてですね、立東の反応をいっぱいに 51.0 秒、姉妹 12.1 秒という形でございましてですね、時計も以前のようにね、出してますので、加速もね、改善していて、かなりね、状態変わってきたんじゃないかなと思われます。グランプライドね、ちょっともう終わっちゃったよ、ピーク過ぎたよみたいな感じでね、思っちゃうかもしれないですけれども、ここはね、この状態なら再度ね、見直してもいい馬なんじゃないかなというふうに思っております。
そしてこちらパワーブローキングという馬でございます。 GRA ではね昨年3勝クラスを制してですねアンタレステークスでも4着して、まあ、これから楽しみという成績だったんですけれども、夏にねマリンステークス5着するとその後は2桁着順が続きましてですね、まあ、今年になってもその状況は変わらずという形でございました。船橋に転向して初戦をですね先行して最速上がりの 0.5 秒差つけてですね完勝も交流重賞で、しかも初の盛岡で能力を発揮してかつ通用するかっていうのは疑問かなという感じがしております。地方は合ってるんですけれども、ちょっと能力面不安かなということで G とさせていただきました。そしてこちらギガキングでございます。船橋のねマイルから 1800m では重賞でも好走している馬でございます。2022年にはですねマーキュリーカップでも5着しております。ただですね 1.4 秒差の5着で能力の壁は大きいかなと思います。今年はね船橋でオープン重賞と連勝なんですけれども、メンバー揃った柏記念では8着という形でございました。 GRA 組が入るとですねなかなか厳しい現状でございますですね、ちょっと能力差あるんじゃないかなと思います。評価としては F とさせていただきました。そしてこちらでございますグランコージーでございますけれども、もともと盛岡で4連勝していた馬なんですけれども、3着続きになってですね南関東にも行きました。今年はですね水沢盛岡でですね3連勝もあったんですけれども、マイル以下での好走でございます。過去にもですね 2000m で4着という形でございましてですね、前走も広志君に差をつけられた4着でございました。距離がねちょっとね長いんじゃないかなということでございましてですね、距離の怪しさも持っておりますということでございましてですね、評価としては H とさせていただきました。そしてこちらビヨンドザファザーでございます。箱でね前々走回避も、まあ、前走はですね後方一騎の競馬でマイル戦を勝利しました。重馬場でね追い込み決着になったのは良かったし、まあ、距離をですねマイルにしたことでですねいい足を使えるようになりました。中間ですね11日に立冬のコースを5ハーロン 66.6 秒、島見は1敗に押してですね、まあ、11.8 秒という感じでございますですね、まあ、動きに特段変化はないんだけれどもという感じでございます。雨でね馬場が渋るようならこの馬ね非常に得意としてますので警戒でございます。評価としては C、 雨には注意とまとめさせていただきました。そしてこちらフレームウィングという馬でございます。昨年ですね参戦してマーキュリーカップ6着でございます。お6着これはもしかして穴馬として面白いんじゃねえのかって、柳生さんこれ行こうぜみたいな感じでね思うかもしれないんですけれども、あの柳生もね本当にマーキュリーカップ6着って聞いたらですね、あなんか次の年もしかしたらみたいな感じ思うんですけれども、あの勝ち馬とね勝ち馬との差がね 2.9 秒もありました。はい、だからあのゴールで今ついたみたいな感じですね。はい、結構差ありますね。なので、まあ、その後ね岩手でも勝利できておらずですね、前走も広志君に 0.9 秒離された5着でございます。能力的にはちょっとね全く通用していかないかなという感じがします。評価としては J、 能力が厳しいとまとめさせていただきました。さあ行くぞ。それでは地方競馬オリジナルさあ行くぞのコーナーでございます。今回のヤギのおすすめは名勝粉陣にさせていただきました。昨年3着のねリピーターで王道ステップ平安ステークス3着馬でございます。はい、狙いの一つ目なんですけれども、昨年テリウスベルね構想成功と同じくリピーターパターンでございます。データ分析でね人気以上に構想する傾向にあったのがこのリピーターでございますね、まあ、どの馬も走る機会がある舞台ではなくてですね、まあ、盛岡でね結構貴重な開催なんですね。まあ、盛岡でもすでにね走れているこのねコースを経験して適性を示しているというのは大きなアドバンテージかなと思います。またね構想ステップの一つである平安ステークスですね、まあ、本当にしっかりね中央のメンバー相手にですね3着しているというのも評価できるかなと思います。そして狙いの2つ目でございます。適性証明、ここ目標に万全ということでございますですね、まあ、舞台適性は抜群でですね過去の王道ステップでありますですねスレイプミルステークスと同じ東京 2100m のブリリアントステークスを2走前に制覇しております。きっちりね前に行けるまで地方でも位置を取って競馬ができております。中間はね在級調整でプール調整をしっかりしてね太らないように仕上げてきてます。6月20日からね時をマークしてきてですね11日には坂井学騎手が騎乗しました。立冬半路を一般に 54.1 秒、1枚 13.1 秒という感じでございますですね、これだけ見るとちょっと時計心配かなと思うかもしれないですけど、時計はもともと出ないまでですね、まあ、加速に関しても自己ベスト値と変わりません。4週連続で、ね、けっちり一般に攻めてですね、むしろこうやってしっかり攻めれてるっていうのはですねいい状態かなと思います。参戦過程もね好感持てるんじゃないかなということでございますですね、この馬ピックアップさせていただきました。
まあね、地方競馬はね、野球専門ではないので、まあね、盛岡競馬とかですね、まあいつも見てるんだぜ、みたいな方いらっしゃいましたらですね、盛岡の傾向はこうだよとかですね、盛岡に合いそうなもこの馬かもしれないよ、みたいなことありましたらね、ぜひね、コメント欄にもいただければなと思っております。まあね、せっかくのね、地方とのですね、交流重賞ですので、皆さんと一緒にね、盛り上がっていければと思っております。なおですね、中央競馬ですね、最終的な外競馬とかデータ外競馬に関しましてはですね、出走馬が確定いたしましたら、レース前日に LINE にてお送りさせております。まあね、最終追い切りとかですね、あとはまあちょっと急車の情報とか見ながらですね、このまま面白いんじゃないかな、みたいなこともですね、一ネタね、添えて LINE 配信させていただいております。下の概要欄からね、一部登録できますので、ぜひ登録してお待ちいただければと思います。本日も最後までご覧いただき、誠にありがとうございます。週末重賞の外球分析動画は日曜から順に毎週アップしております。皆様の予想や見解もコメント欄にお寄せください。そして最新の外球情報は LINE でお送りさせていております。下の概要欄から1秒で登録できます。出走馬が確定いたしましたレース前日19時に配信させていただいております。そしてチャンネル登録やグッドボタン、いつも皆さん本当にありがとうございます。正直にめちゃくちゃ嬉しいです。いつも見てるな、よく見るな、チャンネル登録しよう、今日の動画ちょっと面白かったな、外球情報知れたな、よしいいね押してみるか、そんな感じの軽い気持ちでも大満足でございます。もしよかったらこの機会にチャンネル登録やグッドボタンぜひよろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。